エミスタン。買いました。もうそこで買いました。詰める？詰めるんじゃない。じゃあまずなんかおすすめのトイレットペーパー半年使えるわ人気らしいよ。なんこれ。ウェットティッシュ。ウェットティッシュ、ペーパータオル半年使えるわさあ、あとは食べ物です。チーズ、ナチュラルチーズ、これスライスチーズ4種類入ってます。こいつパンに挟んだら美味しそうだなと思って買いました、はい、ホタテ、はい、これあのおすすめ商品ノルウェーのアトランティックサーモン、はい、刺身用、はい、これも人気商品プルコギ。しるしる、うわ水だったプルコギ、はい、これはこれもパンに挟みたいパストラミ、はい、ビーフ、はい、半年持つわ。半年持つわ半年持つわそしてブルーベリー、はい、これも半年は持たんな。生しらす、生しらすじゃないや、しらす半年持たんかもしれない、はい、人気商品、はい、ベーコン、はい、アップルスモーク、トマト、はい、ドライアイスがありますね、はい、入れてパンパンなっとった。はい、パンケーキ。これ何、なんか木村屋さんの、木村屋のこそこ行ったら買っとけリストに。どう、これもあのおすすめ、はい、ビーフジャーキー欲しいから買いました、はい、吉田ソース、これもコストコ行ったら買っとけっていうやつね。何使うの。お風呂にキャップ一杯入れるとお肌ツルツルになったらいいな、はい、バジルソース、これは何、試食して美味しかったんです、うん、パンにつけたりね。つい買っちゃった。パンにつけるか、あのパスタにもいいような気がするね、はい、でこれこういうパン、サンドイッチロール、お弁当にいいかなと思って買いました。はい、はい、今日買ったの以上。今日は小手調べだから今日全力出さないでいこうって決めたのに、うん、だいぶ買いましたね、はいはい、全力出したら一体どうだけになるんだ。会員証作りました。ファミリー会員です。はい、はい、こんな間抜けな顔です。小日向さんみたいな顔になってます違う顔が違う。笑ってもいいですかって聞いたら、いいですって言うから、じゃあ笑いますって笑いました。笑い顔で微笑みで撮りました。はい、はい、以上。